後崎チャンネル。ちょっ。さあ、2月3日、節分です。鬼は外、福は内。はい。っていうところでね、節分になってきましたけども、まあ今日はですね、宮崎キャンプ地レポート、ね、3日目というところで、福岡ソフトバンクホークスと、行ってまいりましたけども、率直な意見としては、仕上がりは早いなっていうね、感じ、しましたね。柳田も結構もうフルスイングで、バッティング、いい形で、もうほぼ実戦入れるんじゃないかっていうふりしてましたし、まあね、新 FA 加入の山川はね、もうスタンドイン連発でね、お客さんから拍手満載みたいなね、ところもありましたし、まあ近藤選手もね、あのなんかメディアで言われているような、このなんかね、こういうなんか、練習ね、しながら、バットの出し方、っていうことを T でしっかりやりながら、それで、フリーバッティングに臨むっていう中でね、非常にシャープな、バッティング、コンタクト、っていうところもできてたし、守備に目を向けてもね、牧原選手、内野ノックではね、フットワークも軽く、しっかりね、ステップワークも早かったですし、三遊間、深くからも取ってからファーストへのね、こう、弾丸のような送球っていうところではね、非常に体仕上がってるなっていうね、やっぱ全体的に仕上がりホークスね、早いなっていうね、ところは感じたので、まあ今年ね、日本一奪還っていうところではね、これ第一クールから、今日初めて外でね、フリーバッティングした後、いうところでしたけども、もう第一クールからね、ガンガン、技術もね、体力も上げていこうっていう形では、いいキャンプのね、スタートしてるんじゃないのかなっていうね。で、今日はまあずっとね、メイングラウンドで練習をアップから見てたので、ちょっとブルペンの方にはね、行けてないので、なかなか見れませんでしたけど、まあここがね、キャンプ地、やっぱ12球団回ろうと思った時の、まあ難しさだね。ブルペン見に行くと、メインの野手が見えないし、メイン見に行くと、やっぱブルペンの投手が見えないっていうね。しかし、そこで、2、3日同じチームに行くと、全球団回れないっていうところもあるんで、その、ローカルのね、地方のメディアをメインにしてるね、解説者の皆さんはずっとね、そこの、自分たちの地域のね、メインの球団に張り付いて、ずっと見とけば全部がわかりますけども、でも他の球団がね、なかなかわかりづらいっていうところで、メリットデメリットね、ありますけども、巨人ね、オリックスはブルペンに張り付いて見てましたけど、今日はね、外で、っていうところでは、選手のね、仕上がりが早いなっていうところもありますし、まあ今日のね、フリーバッティングで言うと、こういうね、また練習メニューもね、もらってきてますけども、キャッチャーね、海、谷川原、海野っていうところがね、入ってましたけども、まあ谷川原選手ね、やっぱりバッティングいい形でね、できてるなっていうところもあるし、やっぱりこのね、海を脅かすね、存在っていうところが出てこないとね、やっぱりホークスのバッテリー強化っていうところでは、なかなかね、さらに上がるっていうところもないし、海にね、この尻に火がつくようだっていうところも欲しい中では、この谷川原のね、いい形の動きっていうのは非常に良かったんで、ね、まあ、ここから次戦形式、オープン戦っていうところは非常に楽しみだなっていうところと、わ、結構体もでかいし、いいなって思ったのが、この河村ね、132番、育成選手で外野手で出てきましたけども、非常に体もでかいしね、まあ、外野で、今度、まあ、牧原がね、セカンドに、で勝負するっていうところの情報もあるんで、外野が一つ開けばね、ここに入ってこれるかなっていうね。まあ、もしくは中村晃が外野守る。だから、レフト中村晃、センター近藤、ライト柳田っていうところもあるかもわかんないし、センター柳町っていうところもあるかもわかんないけども、このね、河村のね、ちょっと今後どうなっていくのかっていうのは期待値がね、上がるだっていうね、体のデカさとバッティングのパワフルさっていうのはあったんで、ちょっと注目したいなっていうところはありますね。あと野村勇ね、めちゃくちゃ体めっちゃデカくなったんじゃないのかなって、もっとなんかね、シャープでちょっとね、こう細身な感じかなと思ったけど、めちゃくちゃ体デカくなって、で村上投手とね、T打撃もね、入念にやってましたけども、この野村勇選手もうわいいのパンパンに体張ってきたなっていうところで、やっぱりね、このトレーニングを重視してね、まあ第一クール最初バイクね、こいだりとか、そういう心肺機能、あとは体力的トレーニングっていうところをね、しっかりこなして、体力向上に向けてはね、非常に、オフも含めてトレーニングをやってきたのかなっていうところはね、なんか見るからにわかるっていうね、そういう、柳田近藤ね、のような、まあ、山川のようなね、しっかり仕上がったバッティングもそうだし、野村勇みたいに体がグッてなってもそうだしね、牧原みたいにシャープな動きっていうところはね、非常に見れて、仕上がりも早いし、今年ね、グッといくんちゃうかっていうね、でウォーカーもいたしね、なんか打撃陣はすごいね、なんかすごいっていうか、もう、こう打順並べていってもね、まあ、牧原がセカンド行ったらセカンドね、争いになるのか、今宮がセカンドの練習してるっていうところもあるんで、
ショート川瀬が行って今宮セカンドなのかどうなのかって、そこのバリエーションがね、このセンターライン、ちょセンターラインカチッとしたいかなっていうところもあるんでね、そこのバリエーションがどうなるのかなっていうところはね、楽しみでありますけども、ちょっと打撃陣ね豪華になってきてね、ちょっと破壊力ねあるんじゃないのかっていうね、ところはパワーキャンプね第一組ですけども思いましたね。であとね、まあ、日刊スポーツのね評論でも、書いてますけども、やっぱりねこのホークスといえば、これも里崎のね勝手な思いかもわからないけども、ホークスといえばこう12球団1位のこのね元気っていうかね、声の圧倒感っていうかね、このうわすごいな、なんかこのホークスなんかベテランが先頭に立って声を出して、まあ、国防さんから始まって胸リンあったマッチあったっていうところでもアップからね、シートノックから全てにおいて声をめちゃくちゃ出して、いやこのね球場でかかってる音楽をねもうかき消すぐらいのねこの圧倒感、いや違うなんでキリキリ動いてね、受けてる選手だけが声出すんじゃなくて、その順番待ってる選手がねその二遊間でこう声かけ合ったりね、こうだよとかってやったりとかね、後ろの選手がね声をどんどん出していって、それがね何重層にもなって球場にねこの活気が出るっていうところがね、もう今年引退して10年目になって、まあ基本的には第一クールね、全て毎年ホークスのキャンプをね、取材させてもらってるんだけども、これ毎年この圧倒感っていうので、やっぱホークス違うな、あとやっぱ先頭にベテランだってあえて声張り上げて、そら下の選手もついてくるような、やっぱこういうとこが違うよな、やっぱりこういうとこができなかったのがロッテでも俺らの反省かなというのをね、ずっと感じてて、やっぱこれぞホークスっていうね感じがしてたけども、まあここ近年ねちょっとキャンプ静かやなみたいなね、まあこれでエクスキューズ入れるとすると、声出したからってね活気があるからって言って強いわけじゃないのよね、そこがね声出したから勝てるのかね、声出したら日本一になるのか、それが強さなのかって言えばそうじゃないけども、なんかこうね平成から来る伝統みたいなね、大英ホークスがあってこう強くなったホークスになって国防さんや松永さんやっていうところがね引っ張っていて、それを無理やりマッチが継承していってみたいなのがホークスのめちゃくちゃ素晴らしい伝統だったような気がして、それがホークスなんかなってずっと思ってたけども、ここやっぱり近年見てるともうそういうのじゃないのかなっていうね、これが令和のホークス層なのかなと。だからこのねメイングラウンドの声がこうわーってなって鬱になってわーって、でちょっと空いた瞬間には2軍の方からの声がね球場の外からぐわーってきて、いや2軍の方の声もすごいなみたいなね感じが、やっぱホークスキャンプホークスの強さなのかなと思ってたところ、まあ今日で言うともうあれ2軍の方練習してんのかなみたいなね、全く声も聞こえへんな、あ練習してるわみたいなのがあったりとか、1軍の方でももうそういう圧倒感っていうのはなかったんで、まあこれも時代の変化に伴って、まあそういう風になっていったのかなというところは感じますけども、だから今年からね、小久保さん監督になって、ホークス保証っていうのがね、毎クール1回ぐらいね、第3クールまでをやるっていうところで、今日もね、もう9時からアップ、球場行って見させてもらいましたけど、そういうところも始まりましたけど、もっと声出てたよね、なんか。ファンの皆さんどうですか？まあ里崎はやっぱりこのね、ホークスのこの声っていうかね、これなんか圧倒感というか活気っていうのがね、キャンプからいやこれ12球団すごいなっていうね、ところが10年間見てきて毎年思ってましたけど、ここ近年そういうのもちょっとずつ、まあ、いなくなって、まあね言われなきゃ言って出すもんじゃないしね、こう自然と先輩を見ながら自然とこのね受け継いでいかれるこのね国防さんから始まってねマッチとかってね、この系譜がちょっともう途切れていくのかなっていうところは、そのなんか寂しさはね、だから強いんか弱いんかっていう話じゃなくて、なんかホックスとはっていうのがね勝手に思い描いてた中では若干寂しさをね、感じて、なんかスタイリッシュなキャンプになってきたなみたいなね、なんかジャイアンツに似てきたなって、いつもねキャンプ見に行ってジャイアンツ静かに淡々と、ね、オリックス静かに楽しそう、ね、ホックス圧倒的に活力みたいなね、やっぱ全然違うなみたいな、この個性ね、あのチームカラーっていうのをね勝手に抱いてた身としてはちょっと寂しいなっていうね、ああいう圧倒的ななんか時間を忘れてキャンプ見に行っちゃうなみたいなのがねこうちょっとなくなってきてるのが、まあだからねどうなんやっていうところはないけども、ファンの皆さんはどうですか、そういったところ、まあ、これもやっぱり令和のホークスとして時代の変化になって変わっていくんだから、そんなの声出してるだけが全てじゃないとね、まあ、もちろんそういう意見もあるし、別にね声出したからって勝てるわけじゃないんで、そういったところはあるけども、まあ、10年間ずっと見てきてるね、ファンの皆さんもっと見てきてくるからね、で中ではちょっと寂しいなっていうね、でも言ってお前声出していけなんていうでもないしね、自然と出てこなきゃいけないし、そう考えたらまあこれは勝手な俺の思い込みだけど、マッチがね1年でも2年でもジャイアンツに行って
ジャイアンツで引退したっていうね、1、2年、マッチがいなかったのも大きかったのかなと、ね、その系譜されていく、ね、マッチはレギュラーだろうが、レギュラーじゃなかろうがね、ベテランだろうが、若手の時だろうが、めちゃくちゃ声出してね、チームを引っ張っていってたっていうところが、ね、若手に伝承される前に、もしくは次の世代の主力たちに伝承される前に移籍して、ジャイアンツで引退したっていうところも、少なからずちょっと大きかったのかなっていうね、思いもありながら、今日のね、キャンプ見てましたけど、まあ、これがね、令和のホークスファンやっていうね、ところも、ね、あるんであればそうだろうし、ね、こういうまた新しい文化を作っていくっていうところでは、まあ、そうなのかなっていうね、ところもありましたし、まあ、でもね、だからといって最初も言ったようにね、近藤とか柳田とかね、山川、そして牧原ね、主力もしっかり仕上げてきてるっていうところでは、そのね、もう声で引っ張るとかっていうより、背中で引っ張っていく、プレーで引っ張っていくっていうね、ところに、シフトチェンジしていくのかなっていうところで、まあ、是非はないからね、どうなんだろうっていうのもありますけども、ここはね、ちょっとコメントなんでね、ホークスファンの人にね、教えてもらいたい、正直。俺はそういうマッチ、小久保さんがいた時のような、ふわーっていくのが俺は好きだったけど、ホークス全然違うな、やっぱ12球団一番やなと思ってたけども、まあそういうのはちょっと教えつつあるのは、ホークスファンの皆さんはね、どう思いますか？ぜひね、皆さんのね、佐々木も考え方アップデートしていかなきゃいけないから、いつまでも昭和じゃいけないからね。もうそれがそうなんやってね、ファンの皆さんも、いや、それでいいやっちゅうんだったら、まあ、それでそうやなと思って、やっぱこう考え方とか見方とかもね、令和版サザエ解説者にもなっていかないんでね、ぜひ皆さんのね、意見も聞いてみたいなっていうね、ところあるので、ホークスファンの皆さん、コメントなんでお待ちしてますね。サザエはね、ホークスに厳しいこと言ったり、FA 問題で言ったり、別にホークスアンチではありません。ね、いつも言ってますけども、嫌いでもないです。でも好きでもないです。ニュートラルです。そういったところはもう厳しく言ったらアンチとかっていうのはね、やめてください。まあ言ってもいいんですけどね。はい。そうじゃありませんっていうところはあります。そしてですね、ちょっと最後に、皆さんにキャンプ地に、足を運ばれてる、もしくはこれから運ぶ、その各球団、もしくはプロ野球のファンの皆様にお願いがあります。言いづらいんですけども、ありがたいんでね、ね、もう引退して、全くの、そこの OB でもないし、何のそのチームに関係性もないね、佐々木にね、サインください、写真撮ってくださいっていうところをね、声かけてもらってるのは、本当にね、嬉しいです。ね、ただですね、佐々木も日刊スポーツの評論家として、このキャンプ地を回りながら、紙面をね、しっかり作っていくっていうところで、どういうところを記事にしようか、見たいところ、ピッチング早く急いでブルペン行かなきゃ見えないかもとかね、その、チームの練習の秒単位のね、スケジュールに合わせながら、誰がどこ行くんだろうって探しながら、球場をね、駆け巡りながら、今日の原稿のね、紙面をどう作っていこうかっていうところをね、仕事をしているので、大変申し訳ないんですけども、サイン、そして写真とかですね、本当にお願いされるのはありがたいんですけども、ちょっとすべて、断っております。ね。本当に心苦しいです。今日もね、ホークス行って、まあ、ジャイアンツ、オリックスも行きましたけど、今日もね、まあ、土曜日、まあ、明日も日曜日ね、なので、お子さんもたくさんいる中、子供たちがね、サイン撮ってください、写真撮ってくださいっていうところでね、受けてあげたいのは山々なんですけども、全部、お断りしてます。まあ、それなぜかというとですね、まあ、そのね、子供たち、まあ、大人もそうですけど、その一人だけだったら、いいんですけども、その一人が声かけてる後ろで目を輝かせてる数人の子供、大人たちがいます。多分それをサインしだしたら確実に20人ぐらい、並びます。過去の、事例から言うと。そうなってくると、まあ、僕もそのね、キャンプ見えませんし、球場のね、警備の方も、大変でしょうし、そういったところではね、まあ、僕はまあ仕事してるっていうところもあるんで、お答えできないんで、そのもう常に断るのもね、こっちも気分いいものじゃないです。本当申し訳ないなと思って。で、しかもね、子供たちもそうですし、大人もそうですけども、もう断られたらね、断られる方も気分良くないと思うんで、まあ申し訳ないですけども、もうできませんので、遠目で、うわ、佐々木いると見守ってください。で、仮にできるとしたら、もうすべての仕事も終わって、もう車に乗って帰ろうかなっていう時で3、4人ぐらいだったらできますけども、でもね、このあるところでしてると、あ、3、4人だなと思って、じゃあ、まあここパワッといいですよってしようとすると、まあ、それをね、見た人が走ってきて、もう結局20人ぐらいなるんですよ。で、その20人終わる間にまたパパーって来ようとするんで、まあ、正直なかなか難しいんで、まあ、この YouTube を見てる方でもそうですけども、声
かけられると嬉しいんですけども、確実に断ります。それはやっぱ仕事で行ってるっていうのもあるし、佐々木も取材対象の選手の練習を見逃したくないっていうところもあるんで、申し訳ないんですけども、お父さんお母さんもそうですけども、子供を連れてきても、断ります。何やってんだしてやれよっていう意見もあるかもわかんないですけども、正直もうできません。だからそれを皆さんに、今日の動画でご報告、させていただきます。だからそこら辺は本当にもうご了承よろしくお願いします。佐々木も仕事でやってますので本当は嬉しいんですけども、対応しきれないです。はい、一人二人だったらいいんですけども、もう本当何十人もなるんで申し訳ないです。はい、ということで最後皆さんね、お願いでした。さあ、ということでね、キャンプも3日目終わりましたけど、宮崎はね、天気悪いので、明日日曜日ね、宮崎のキャンプに来るね、ファンの皆さんもいますけども、防寒対策、そしてね、折りたたみ傘なんかね、持っといた方がいいと思いますよ。それでは。